ます。はい、そしたら、玉編みの、はい、模様編みをねしていきたいと思います。細編みを6段編んで、ここの目数ですね、最終目数がここが10目ですね。そしてこちらも10目、そしてカーブのところが24目ずつになっています。なので全部で、68目、はい、ここにできています。はい、68目をこの模様は4目一模様なので4で割ると17になるんですけれど、17模様だとちょっと中途半端なので、これを18模様にしたいと思います。なので、4目を切りするところ3目を切っていうのを4箇所入れて、全部で、ハートの模様を18模様を作っていきます。はい、ここのところ、そしてこことこことここを3目置きにして全部で18模様作るということにします。はい、で今回編むのが、中長編み3目の変わり玉編みっていう、はい、編み方になります。編み図の方はこのようになります。上に線があって丸が入って、はい、ここが中長編みの玉編みの記号ですね。はい、ここに丸があるっていうのは、玉編みをこう3回引き上げて、引っ掛けて全部抜くんですけれど、最後の、一目残した状態にして、糸を引き抜きます。そして新たに糸をかけて、残っている糸を全部抜くっていう編み方をします。はい、実際ね後でしますけれど、そういう編み方をしていきます。はい、中心はここになりますね。ちょっとまた、はいはい、編み図の方をねひっくり返します。立ち上がりがここから始まっていましたので、真ん中がここ、細編みが10目、はい、できているところから始めていきます。最初編むのはここから始めていきます。ここです。ここは印がついているのがこの目とこの目とこの目とこの目に、はい、こちら側を増し目をする時の印が、はい、残っていますので、この印の次の目から1、2、3、4、5、6、7目、ここになります。はい、そしたらここから始めていきます。はい、ここを編むのがこういう形になります。これが中心の目です。ここですね、ここね、ちょっと反対向いてますけどね、はい、ここが中心の目です。はい、ここから始めます。中心から1、2個目ですね。はい、ここに立ち上がりを鎖2目で、はい、しますね。中長編みの玉編みを編んでいくんですけれど、糸をかけて引き出してくるのを3回します。3回引き上げて1目この鎖の目がかぎ針に残った状態にして引き抜きます。はい、で針に2目かかった状態になるんですけれど、それを糸をかけてもう1回引き抜くっていう、はい、変わり玉編みという編み方をまず1個作りますね。そして1目鎖編みを編みます。裏側 も玉編みを編むんですけれど、入れる目がここになりますね。同じ目から出るようにします。次へ行くために鎖1目を編んで、入れる目は1、2、3、4目、ここに玉編み1つを編みます。そして鎖を編んで、はい、こちら側の玉編みを編むっていう形になります。同じことを繰り返すんですけれど、このここの箇所ですね、はい、ここの部分は2目開けた状態になります。他のところは全部3目開いて、次の目4目目に玉編みを編むんですけれど、ここは裏側になります。そしてここのところは、はい、中心の部分になります。はい、こんな感じで少し調節をしていきます。はい、そしたら模様編みをしていきます。ここが今ここね、ちょっと斜めに入っているのが最初の目なので、その上にできた目がこれですね。はい、ここ印を戻しておきます。編み始める目ですけれど、1、2、3、4、5、こっちから1、2、3、4、5、ここがちょうど真ん中になりますね。で、真ん中から1、2個目、ここと、ここが真ん中、1、2個目、ここに、はい、玉編みのハート模様をつけていきたいと思います。
はい、そしたら糸を引き出してきて、はい、短い方の糸をかぎ針に引っ掛けて鎖を一目編みます。鎖編みを一目編みます、はい、そしたらここから変わり玉編みをしていきます、はい、もう一目鎖を編みます。これが立ち上がりになりますね、はい、糸をかけて同じ目に入れます。ここに針を入れて糸を引き出してきます。1回2回3回引き出します。立ち上がりは一目と数えないやり方で編んでいきます、はい、3回引き上げたらこの立ち上がりのこの目ですね、はい、それを残して全部、はい、残りを引き抜く形、こういう形にします。そして糸をかけて全部抜きます。はい、これが変わり玉編みの一目になります、はい、玉編みと玉編みの間は鎖を1編みます、はい、糸をかけて同じところに入れます。1回2回3回引き出したら糸をかけて、はい、一目残した状態にします。そして糸をかけて全部抜きます。はい、こういう感じでハートの模様を作っていきます、はい、次へ行くために鎖を一目編みます。次入れるのは 1,2,3 目目、ここに、はい、玉編みをします。ここへ入れて糸を引き出してきて3回持ち上げますね。1回2回、はい、3回持ち上げたら糸をかけて一目残した状態にします、はい、糸をかけて全部抜きます。鎖を一目編んで同じことを同じ目に入れます。ここに入れて1回2回3回引き出したら糸をかけて一目残した状態、そして糸をかけて全部抜きます、はい、鎖を一目編んで次へ引くっていう形になります、はい、で入れる目なんですけれど、ここからここまでは鎖2を開けて3目目に入れました。次からは 1,2,3 を開けて4目目、 1,2,3 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 4目目、そして 1,2,3 4目目がちょうどこの印のところになります、はい、そしてこのここからここまででまたちょっと調節をします、はい、ここから 1,2,3,4 目目を編んだら次は 1,2,3 目目、3目目のところに入れます。ここですね、ここでちょっと調節をします。でまた 1,2,3,4 目目、ここに入れますね。そしてここはずっと4目目ずつで模様を編んでいって、そしてここのところがこっちから戻ると 1,2,3 ここのところ、はい、一つずらせます。ここから 10を編むところですね。ここ一つこっちの方へずらせます、はい、で次こっちは 1,2,3,4 目目、これで合うと思うんですけど、1,2,3,4 ですね、はい、こんな感じでちょっとここのところですね、3を編むところがここで出てきますけれど、こんな感じで3のところと4のところで、はい、調節しながら編んでいこうと思います。はい、たくさんマーカーがあればね、全部つけていったらいいと思います。 1,2,3,4 目目に玉編みを編んでいきます。 1,2,3 編んでかけて一目置いた状態ですね、はい、鎖を1編んで 1,2,3、はい、こんな感じで、はい、この反対側までね、ちょっと編んでいきます、はい、そしたらここからずっと印のところまで編んできました。で、もう全部つけました、はい、で次が 1,2,3,4 目目、そしてその次が 1,2,3 目目
ここになります。あとはまた4目めずつずっと行って、最後のところですね、ここのところが3目めが発生して、ここに最後の、ハートを作るっていう形で、はい、編んでいきます。印をつけていると入れ間違わなくていいと思います。鎖を編んで1、2、3編んで、そして鎖、はい、そしたらこんな感じで今ね印をつけたところに、はい、玉編みを編んでいきます。はい、そしたらこんな感じで印できました。はい、最後のところはここ印をつけた目になりますね。はい、順番からいったら3目目になります。はい、ここに入れて1回、2回、3回引き出したら、はい、1目残した状態にして糸をかけて全部抜きます。はい、鎖を1編んで糸をかけて同じところに、はい、1回、2回、3回引き上げて、はい、1目残した状態にして、はい、そして糸をかけて全部抜いて1目鎖を編んでから、はい、最初のこれがハートですね、そこの真ん中の鎖目の部分、ここに、はい、引き抜き編みをします。はい、これで1周回ってきたことになります。はい、このハートの模様が今18個できています。そしてこんな感じになって立ち上がっていきますので、はい、ちょっと様子を見ようと思います。はい、これが入るかどうかをね、はい、確認してもらったらと思います。これぐらいで大丈夫かなと思います。はい、作られる、ティッシュボックスですね、それによってはもう少し大きさが変わってきたりすると思いますので、そこの部分を、はい、あと一段大きくして、そして目数の方ですね、数えながら少し調節をして3目開けたり2目開けたりして、はい、数をね調節されたらいいかなと思います。はい、取り出し口は10センチぐらいあればいいと思いますので、この辺りまで、はい、6センチぐらい、はい、高さを出していこうと思います。編み始めはここから1、2、鎖編み2で立ち上がりを入れて、はい、この鎖は中長編み1目と数えない編み方にします。なので引き出してくるのは3回、そして糸をかけて今の立ち上がりの目を残した状態で引き抜きます。そして糸をかけて全部抜きます。そして鎖を1編んで同じところに入れて3回引き出してきます。3ですね、3回引き出したら、はい、1目残した状態にして引き抜きます。そして糸をかけて全部抜きます。はい、鎖を1編んで次へ行きます。はい、入れるのはこの前段の玉編みと玉編みの間の鎖目があるところ、ここに、はい、玉編みを編んでいきます。3回引き上げて1目残した状態、そしてかけて全部抜く。はい、玉編みと玉編みの間は鎖1を編んで、そして1回、2回、3回引き出したら、はい、1目残した状態にして糸をかけて全部抜く。そして鎖を1、はい、こんな感じでハートが並んでいくようになります。はい、そうしましたら6センチぐらいになるまで編んでいきたいと思います。はい、そうしたらこんな感じで、4段編んできました。4段編んで約6センチですね、6センチになっているので、ここから開け口をねこう開けていきたいと思います。開け口はこの真ん中のところから往復編みにしていって、ここを、開けるようにしていきます。はい、そしたらここから往復編みにしますので、はい、この面は普通に、はい、変わり玉編みを編んでいきますね。1、2、3と、はい、編んで、そして1目残した状態にして全部抜いて鎖を1編んで、はい、同じところに3回引き上げてハート模様を作っていきます。こうですね、はい、そしたらずっとここまで、はい、編んでいってください。はい、そしたらここからぐるっと編んできて最後のところですね、最後の1目になります。はい、1、2、3
持ち上げて1目残して、はい、全部抜いて、鎖を1つ、そして1、2、3と編んで、はい、1目残して全部抜いて、そして最後の鎖を編まずに、はい、編み地の方を、はい、返して裏から編んでいきます。はい、糸をかけて立ち上がり鎖2目、そしてかけてここに入れますね。はい、1回2回3回持ち上げたら1目残したところまで引き抜いて糸をかけて全部抜きます。そして鎖を1編んで同じところに1回2回3回引き上げてかけて1目残して全部抜いて鎖を1回編む、こういう形で、はい、編んでいきたいと思います。そしたら表から見たらこんな感じになって、またハートがこういう風につながった状態になります。はい、そしたら裏を見て編んでいきます。ちょっとここ糸結びましたので、鎖1編んで糸をかけて、ここですね、こっちへ来とかないといけないので、1回、2回、3回引き上げて、そして鎖を1編んで結び目の糸端を編みくるみながら、はい、編んでいきます。2、3、1目残して全部抜いて鎖を1、はい、ここですね、これもう一ついきます。1、2、3、1目残して全部抜いて鎖を1編んで、はい、玉編み2、3回引き上げて1目残して全部抜いて鎖、はい、こんな感じで、はい、裏側ね、はい、こっち側が、こっちが表になります。はい、ここね、裏目が出ますけれどそんなに気にならないと思いますので、はい、これで進めていきます。そして今一つ外れましたよね。はい、続いて編んでいきます。ここからずっとここまで来たら、はい、また立ち上がって今度こちら側へ向かってある、編むという感じで、ここにこう、隙間がね空いていきますので、この高さの方を、まあ、10センチぐらい空けたところ、はい、そこまで編んでいきます。はい、そしたら次は、裏から見て編む段になりますので、編み地を返して、はい、編むんですけれど、この時にもう編み始めのこの辺りのところはとても編みにくいと思いますので、全部こうひっくり返してしまって、そして裏から見て、はい、このようにして編んだらいいと思います。はい、それぞれ大きさを確認しながら編んでください。はい、そうしましたらこんな感じで、ここの開け口のところを 1、2、3、4、5、6、7 段、はい、編んできました。これで、またねこういう形で確認をして、ちゃんとねこう取り出しができるかどうかをこんな感じで確認します。でこれでもういいかなと思いますので、はい、7段編んだ最後のところを、はい、今までこのここの部分は往復編みをしていましたけれど、ここにね、引き抜こうと思います。はい、鎖を1編んで、はい、このハートの真ん中の、はい、鎖があるところですね、ここに引き抜き編みをして、はい、ここを閉じますね。はい、そしたらこちらの方が4段、はい、4段編みましたので、はい、こちらも4段編んでいこうと思います。はい、つなぎ合わせた状態で4段、はい、編んできて、ここが最後のところになりますね。途中で糸がこのね今まで編んでいた糸がなくなったので、ちょっと別の糸をね引き揃えて編んでいます。はい、この糸はセリアさんで購入しましたパフェグラデーションのこちらの糸ね、ちょっと色合いがね違うんですけれど、もう自宅用なのでこれままでね、はい、編んでいきます。はい、最後のところです。1、2、3、3回引き上げて
1目残した状態まで抜いたら、はい、全部抜いて鎖1を編んで1、2、3、はい、引き抜いて、そして最後の鎖を1編んだらここに引き抜き編みをしますね。はいね、あのサイズ確認してくださいね。これをこう入れて、でこんな感じで、はい、こうグッと絞りますので、はい、ちょうどぐらいの大きさかなと思います。そしてこちらね、開け口の方から出るのも、はい、確認できましたので、これで、最後のところこうぐーっと絞っていって巾着袋のようにしたいと思います。はい、ここからは今までこの玉編みを編んでいたんですけれど、鎖3目を立ち上がって、そしてさらに1、はい、糸をかけて同じところに長編みを、はい、1編みます。そして糸をかけて、またここですね、この今まで、はい、入れていたハートの中に長編みを1回と鎖1回と長編みを1回、こういう形で、はい、入れていきます。ちょっとボリュームがね抑えれる形になりますね。はい、鎖1を編んで次へ行きます。長編みを編んで、はい、鎖を1編んで同じところに長編みを編む、こんな感じですね。そして鎖を編んで次のところへ行く、 V 字ステッチだったかな、そういう名前がついてたと思います。鎖を1編んで次へ行く、はい、こんな感じで V が並んだような編み地になります。ここまで来たらこの真ん中にね引き抜いて、はい、今までと同じようにここから糸を出してっていう形で編んでいきます。はい、こんな感じで V ステッチを 1,2,3,4,5 段編んできました。はい、このぐらいでもういいかなと思いますので、はい、もう一度入れてみます。こんな感じでだいぶ余裕がねできましたので、これで、はい、編むのはねやめておきます。はい、最後はこの中に糸を通して、はい、これで終わりますね。そしたらここを絞っていくんですけれど、もうリボンでね、やっていこうと思います。糸始末をして、糸始末をしました。ちょっとこれがあったので、これをずっとくぐらせていこうと思います。はい、今ねこの塊ですけれど18個あるんですね。はい、なのでこの V ステッチも18個できていますので、はい、じゃあここにしますね。はい、真ん中がここで1つこちらから入れて、そして2つずつ作っていきます。この辺りで1つ、はい、今まで2つずつ入れてたのをここ1つにしますね。そして2つ出してきて、して2つずつで、はい、こんな感じになったら、そしたらここをね結んでいきたいと思います。これ裏表がある、チロリアンテープなので、綺麗に表がね出るように、はい、こっちを今下になった状態です。そして上がこのように絞りますね。ここが表で、上がこれ今裏になった状態でこのように絞ります。そして表の面が出るように持って、そしてこちらの方を1回回して、そしてもう1回
回します。はい、回した後に回した方ですね。それをこの中に入れて、そしてここを引っ張っていくと表がこういう感じで出る結び方ができます。こんな感じですね。そしたら長さを、内側ね切ってなかったので長さを確認してから、はい、ここでカットしますね。そしてこのチロリアンテープをこのようにほどけてきますので、はい、こちらの方を、ライターでね炙っておきます。この端を炙っておくとこれ以上ほつれないので便利だと思います。吊り下げようと思ったらこの辺りですね、このサイドのところ、こことここから、紐をこう通してもいいと思いますし、編んでもいいと思いますね。ここからここまで、はい、エビ編みとか、鎖編みの上に細編みを編むとかして、はい、されてもいいと思います。こちら側もこのようになったらちょうどキャンディーみたいになりますね。はい、ちょっとそこは最初に思いつかなかったので、はい、そこを編んでハートの模様が縦に並ぶ編み方、そして最後は、はい、ちょっとボリュームを抑えて、V ステッチにして、はい、穴の中をこのようにリボンを通して結びました。はい、よかったら参考にしてボックスティッシュのカバーね編んでみてください。はい、ありがとうございました。